冒険者の皆さん、こんにちは。光のバーチャル YouTuber、カルミアです。先日12月13日に、パッチ 4.5 英雄への鎮魂歌の特設サイトが公開されましたね。公式トレーラーはまだ準備中とのことですが、いろいろとワクワクする内容が盛りだくさんの様子です。まず、メインストーリーは、自由を手にしたはずのアラミゴに、再び、ガレマール帝国の軍勢が迫るようです。エオルジャーの平和って本当に長く続きませんね。また新ジョブ青魔導士については、これまで公開されたコンセプトアートの他に実際のラーニングの様子を交えた動画が一緒に公開されています。この映像を見るとファイナルファンタジーシリーズでおなじみのハリセンボンやオルトロスの放つおもり攻撃、そしてシバの氷雪乱舞と思われる攻撃がラーニングできるようです。またアクション、ラウンドの表示タイミングから分かる通り、ラーニングに成功したかどうかは対象のモンスターを倒した時に判定されるようですね。この他にも青魔導士には青魔法書と呼ばれる専用の手帳やマスクカーニバルと呼ばれる勝ち抜きコンテンツも用意されているようです。そして新たなインスタンスダンジョンには、西州アルデナード小大陸と北州イルサバード大陸とを結ぶ唯一の陸路、ギムリト地方が舞台となります。この冒険の動線からバッチ 5.0 の舞台がどこになるのか少しずつ見えてきましたね。バッチ 5.0 に向けて私たち冒険者はどこまで帝国に近づけるのか、期待が高まるバッチ 4.5 は1月上旬を予定しているそうです。あなたの冒険が始まるのはいつですか？